タピオカ店、マスク高額転売で書類送検。本日、兵庫県警が、神戸市のタピオカ店が、タピオカドリンクとマスクを抱き合わせて高額で販売したとして、国民生活安定緊急訴訟違反などの疑いで、店主の男ら4人を書類送検したことが明らかになりました。こちら、 タピオカ飲料店のアムルティが600円程度で仕入れたマスクをタピオカドリンクと抱き合わせておよそ5000円で販売したとされておりましてこういったタピオカ店などがまあ普段ですねマスクを販売していない店舗がマスクを高額で 販売しているという問題が発生しておりましたが、ようやく摘発が始まりました。こういったマスクなどの転売、今後も続く可能性がございますので、転売が疑われる場合は、警察などに皆様情報を提供していただくように、 お願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました